広島市中区東千田町の高層マンション敷地内で3歳の女の子が意識不明の状態で倒れているのが発見され、病院に搬送されましたが後に死亡が確認されました。警察によると、女の子がこのマンションのベランダから転落した可能性が高いとみて調査しています。事故は16日の午後6時頃に発生し、近隣住民から大きな音が聞こえた後、女の子が倒れていたという通報が寄せられました。マンションは53階建てで、女の子はエントランス付近の植え込み付近で発見されました。女の子はこのマンションに住む3歳の女の子で、頭などを負傷しており緊急搬送されましたが後に死亡が確認されました。警察の調査によると、女の子は20階から30階にある自宅のベランダから転落したとみられて、ベランダには女の子の身長よりも高い約135センチのしがらみが設置されていますが、近くには室内で使う踏み台が見つかりました。警察は、女の子が母親の目を離した隙に踏み台を使ってベランダに出てしまい、誤ってしがらみを乗り越えた可能性があると推定しています。この事件を受けて、多くの人々が考えたり感じたりすることがあります。まず、このような悲劇が起きたことに対する驚きや悲しみが一般的です。子供の無事を願いつつ、なぜこのような事故が起きたのか、家族や関係者の気持ちを思うと心が痛むでしょう。特に子供が事故に巻き込まれた場合、その無垢さと無力さが事故の重さをさらに深く感じさせます。一方で、このような事故を未然に防ぐための対策を考える声も上がるでしょう。ベランダの安全性を高めるための改善策や、子どもの監視体制の強化、教育の重要性などが議論されることでしょう。また、この事件を通じて子どもの安全に対する意識を高めることが重要だという声もあります。家庭や地域社会での安全教育や情報提供が必要であり、予防に努めることが重要だという意見が広がるでしょう。一般の人々の声としては、このような悲劇が二度と起きないように、家庭や社会全体での安全意識の向上が求められるという声が多いかもしれません。事故防止のためには、以下のような対処方法が効果的です。ベランダのしがらみの確認と補強。ベランダに設置されたしがらみが十分な高さと強度を持っていることを確認しましょう。必要に応じてしがらみの高さを増やしたり補強したりして、子どもが乗り越えられないようにします。監視カメラの設置。ベランダやその周辺に監視カメラを設置して、子どもが危険な行動をとったりベランダに近づいたりするのを監視しましょう。カメラがあれば早期に異常を察知して対処することができます。子どもの監視と教育。子どもがベランダに近づかないように常に監視しましょう。また子どもにベランダの危険性や安全な使い方を教えて危険を予防することが重要です。安全バリアの設置。ベランダの出入り口に安全バリアを設置することで、子どもが勝手にベランダに出入りするのを防止します。例えば、子どもが扉や窓を開けられないようにロックやセーフティーロックを取り付けるなどの対策が考えられます。踏み台や家具の移動。ベランダに近づけないように踏み台や家具などを遠ざけましょう。子どもがこれらを使ってベランダに出入りするのを防ぐためです。これらの対処方法を実践することで、子どものベランダからの転落事故を防止することができます。家庭の安全意識を高め、常に子どもの安全を確保するよう心がけましょう。私たちにできることはまだあるはずです。コメント欄にて議論をしてみましょう。